パサンは、家畜ヤギの野生原種。パサンは、哺乳孔クジラグーテイモクウシカヤギ属に分類される一種。別名のヤギ。CA ガグレスカフカスパサンアゼルバイジャン、アルメニア、イラン、グルジア、トルクメニスタン、トルコ CA ブライスシンドパサンイラン東部、パキスタン CA クレットカクレタパサンギリシャ体長120から160センチメートル。 尾長十15から20センチメートル。肩高70から100センチメートル。体重オス80から110キログラム。メス32から50キログラム。頸部や肩の体毛が伸長する。腹面や大腿部内側の毛衣は白い。四肢の後面、及び前肢の内側や手首は白やお白色の体毛で覆われる。角は半月状で先端が内側へ向かう。 角長58から1 3 8トル。角の断面は、扁平な三角形。角の基部から上部後方にかけて、両上の隆起があり、先端方向の両には、コブがある。角の表面にはわずかに横じわが入る。下記は、猛威が、赤葛色。頭器は、頸部や肩の体毛が、さらに伸長し、猛威は、肺下色。オスの成獣は、 顎の体毛が非常に慎重し、老齢個体では下顎をすべて覆う。また、顔や頸部背面、顎や喉、肩から、胸部、背面の正中線上、四肢全面は黒や黒褐色の体毛で覆われる。CA ガグレスカフカスパサン角の前縁に、コブがある。CA ブライスシンドパサン最大拡張125センチメートル。角の前縁に、コブがない。 標高4200メートル以下にある森林の間に、ある岩場や湿性草原、森林などに生息し、断崖を好む。オスは単独、もしくは若いオスのみで群れを形成し、生活する。メスと幼獣によって形成する5から25頭の群れで、生活するが、100頭に達する大規模な群れを形成する、こともある。植生は、植物食で、木の枝や、葉、草などを食べる。 繁殖形態は体性。繁殖期には、オス同士で直立して、核を強調して威嚇したり、角を打ち付け合って争う。冬季に交尾を行い、妊娠期間は150から170日。4から6月に1回に1頭の幼獣を産む。メスは、生後3年で初産を迎える個体が多い。和名やエメパソングは、イランでの本種を指す故障に由来する。 別名は野生化した、家畜ヤギと区別するため、故障として敬遠されることもある。本種が家畜化され、ヤギになったと考えられている。このため、パサンが生息しない日本やヨーロッパなどで、飼育されているヤギは、他地域から家畜としてのヤギが持ち込まれたことによって、始まったことが明らかとなっている。核目的や、食用の乱獲、家畜ヤギとの競合や交雑などにより、 生息数は減少している。ありがとうございます。